い、皆さん、こんにちは。ビクトリットケントです。今日もよろしくお願いします。昨日の Q&A でも少しご質問にお答えしたんですけども、 EAA についてのご質問が最近非常に多いです。 ECAA との比較だったり、なぜ EAA を取るのか、どういう効果があるのかといったご質問が非常に多かったので、今日はそれにお答えしていこうと思います。ただ昨日お答えした部分と少し重複する部分があると思うので、よければ見ていただけたらと思います。お願いします。まず EAA とはそもそもなんだっていう話なんですけど、まあ、これは昨日もお答えしたんですけれども、エッセンシャルアミノアシッド、まあ、必須アミノ酸ですね。いわゆる9つの必須アミノ酸が全て入ったもの、総合アミノ酸とも言います。それをいわゆる EAA と言います。 BCAA との違いとしては、 BCAA はバリン、ロイシン、イソロイシン、この3つのみが入っております。分岐酸アミノ酸と言われているものです。それに対してメチオニンだとか、リジン、フェニルアラニン、トリプトファンと他のものも、まあ、必須アミノ酸全てが入ったものを EAA と言います。 EAA を取る理由って多分人それぞれあると思うんですけれども、まあ、僕の中で一番大きい部分としては、やはりこう筋肥大においてタンパク質またはこうアミノ酸を補給する、まあ、プロテインを取るのと一緒の意味だと思ってもらっていいと思います。より筋肥大を加速させたり、あとは減量中であれば筋力をなるべく残したまま脂肪を削ってあげるためにアミノ酸を取るっていう目的のもと EAA を取ります。なので正直プロテインを例えば日に何度も飲んでる方であれば、絶対 EAA が必要っていうわけではないです。で、 EAA とプロテイン BCAA の違いですよね。違いをお話ししたいと思うんですけれども、まずこの中で一番吸収スピードの速いもの、吸収スピードの速いものが BCAA になります。これはフリーフォームのアミノ酸というふうに言われていて、分岐酸アミノ酸っていうところの名前からも言われている通り、一つ一つのアミノ酸が単体で存在しているので一番早く体内に吸収できます。でその次に EAA で、最後にプロテインといった吸収速度の順番になります。でプロテインはやっぱタンパク質からアミノ酸に1回分解して、それで吸収しなきゃいけないので、まあ、1つ工程が多いですね。でその中で、まあ、BCAA も EAA もいいところ悪いところがそれぞれあります。まず BCAA はいいところとしては、吸収速度は先ほども言いました通り吸収速度が速い、それからロイシン、イソロイシン、バリンといった、まあ、疲労回復だったり筋分解抑制に効果的なものが多量に含まれているという2点かなと思います。一方 EAA は悪いところで言うと吸収スピードが BCAA に比べて遅いと言っても、早いんですけどね、 BCAA に比べると遅い。でそれから EAA のサプリって基本的には BCAA 単体のサプリほどロイシン、バリン、バリン、ロイシン、ソロイシンが多く含まれてないです。 BCAA 単体のサプリに比べて EAA の中に含まれる BCAA の割合が少ないというか、例えばですけど、結構有名な、アミノ酸コンプレックスのサプリ、EAA 系のサプリである、オールマックスニュートリションのアミノカットっていうサプリがあると思うんですけど、まあ、そちらだと、ロイシン、バリン、ソロイシンが、ロイシンが 326mg、でバリンが 218mg、イソロイシンが 181mg です。なので通常、まあ、人によって違うと思うんですけど、取っている BCAA の量に比べたら、だいたい5から10分の1ぐらいなのかなという印象を受けます。なので普段 BCAA 単体で取ってる方がそれをやめて EAA のサプリに切り替えた場合、ものにはよると思いますけど、 BCAA の自分が取りたい量を摂取できない可能性が高いというふうに思います。で逆にいいところってなんだっていう話なんですけど、いいところもたくさんあります。まずは BCAA に含まれない他の必須アミノ酸が多量に含まれているということです。特にトレーニングに対して大事なのかなと思うのは、リジンとか例えばホルモンだったり酵素を合成する効果があったり、あとは集中力を高めてくれたり、それから、いわゆる減量中に必須な L カルニチンっていうアミノ酸の合成元にもなります。あとはですね、スレオニンとか、まあ、筋肉の合成を促進したり脂肪の蓄積を抑制させたりするもの、他にも必須アミノ酸あるんですけど、まあ、それらが BCAA には入ってなくて EAA に入ってるものになります。で EAA については大きく2種類ありまして、トリプトファンが入っているもの、それからトリプトファンが入っていないものです。でこれはどういうふうに選べばいいのかというと、トリプトファンが入っているもの、これに関しては筋トレというか通常のライフスタイルの質を上げるために取るアミノ酸として選ばれたらいいと思います。でトリプトファンが入っていないものに関しては筋トレの前後に取ったり、トレーニングがライフスタイルの一部にある人
に対して僕はおすすめしたい EAA になります。でなぜトリプトファンが入ってない方が筋トレに対して有意なのかって言いますと、トリプトファンっていうものがセロトニンっていう神経伝達物質の元になります。でトリプトファンをトレーニング中に取ることによって血中トリプトファン濃度が上がると、セロトニンっていう副交感神経を刺激するような物質が分泌されます。で副交感神経が優位になってしまうと、ちょっとこうリラックスしてしまったり、落ち着いてしまったりというか、いわゆる NO 系で必要なアドレナリン系神経の向上と真逆の効果があるわけですね。なのでトレーニングされている方であれば、そのトリプトファンというものは避けてもらった方がトレーニングの質をキープしたまま最後まで続けられるんではないかなとは思います。でおすすめの EAA なんですけど、僕が以前動画でも紹介したこのアニマルパックっていうユニバーサルニュートリションのマルチビタミンがあるんですけど、このアニマルパックの赤いラベルのものアニマルニトロっていうものがあります。でこのアニマルニトロ EAA スタックが僕が一押しの EAA になります。でこれはトレーニングにすごいフォーカスした EAA で、必須アミノ酸の他にもナイアシンとかビタミン B6 とかアルギニンといった、NO 系といいますか血管拡張作用のある栄養素も含まれてます。でそれぞれの内容量が他の既製品の EAA に比べてはすごい満たされていて、例えばこのアニマルニトロに含まれている BCA の量で見ていくと、ロイシンが 3500mg、 イソロイシンが 1685mg、 バリンが 1815g、 なのでトータルすると約 7g ぐらいの BCA が含まれてます。これっていうのはだいたいエクステント1杯分とか、通常トレーニングしていて取る BCA の量に匹敵するぐらいの量はあると思います。プラスマッスルプロテインコンプレックスってBCA を含む EAA が入ったタブレットが入っております。でこの EAA が全部で 5g ぐらいです。なのでトータル 12g ぐらいのアミノ酸が入ってる計算になります。でこのアニマルニトロ内容量は完璧なんですけど、一つというかこうおすすめしにくい点としては、このアニマルパックと同様に粒がめちゃくちゃでかいと、で伸びづらいと。で赤いアニマルニトロに関しては赤いタブレットと小さ、白いタブレットが入っていて、見るからに合成薬物みたいな色だったり形をしてるんですけども、それで1回の内容量が2パックなので、結構量としては重たいのかなと思います。あと大体1パックが44パック入りで5000円ぐらいなので、EAA としては少し割高かなっていう気もします。でも内容は間違いないと思います。なのでぜひおすすめって、コストとあとその粒の大きさに耐性がある方に対してはものすごくおすすめです。で僕がおすすめする EAA の摂取タイミングに関しましては、以前の、動画でもお伝えしたんですけども、朝起きてからすぐアミノ酸を取る方、これに関しては BCAA の方が EAA よりいいとは思います。朝一番って体が飢餓状態なので、なるべく早く栄養素であるアミノ酸を届けてあげたい。そうなってくるとフリーフォームの BCAA の方が吸収スピードが速いので、朝は自分は BCAA がいいと思います。でトレーニングの前ですね、トレーニングの前は EAA を取ってあげる。で間に体が疲れてきて筋分解が起きそうになってきた時にまた BCAA を取ってあげて、なるべく早く体に吸収してあげる。でトレーニングが終わったらまた EAA をスタックするというのがいいのかなとは思います。ただ1点間違えてほしくないポイントとしては、例えばトレーニング後に 10g ないしは 20g の EAA を取ったとしますよね。ですぐプロテイン 50g を取ってしまうと、実質プロテイン 70g なんですよね。プロテインってアミノ酸の塊であるタンパク質なんで、なので一度に 70g はなかなか吸収しにくい部分もあるかと思います。トレーニング後に取るプロテインの量とこの EAA の量っていうのは合計した数値で必要なタンパク質量を摂取してあげるよう心がけていただけたら、無駄なく吸収してくれるんじゃないかなというふうに思います。今日は EAA のいいところ悪いところ、それからおすすめのメーカーなどをお話しさせていただきました。で先ほど紹介したアニマルニトロのリンクは概要欄に貼っておくので、値段だったり詳しい内容量について興味のある方はそちらから見ていただけたらと思います。もうちょっとコスパが安いのがいいよっていう方は、例えばマイプロテインの EAA とかの方がコスパだけ見たら安いと思います。なのでそちらもチェックしてみてください。こういう動画がいいと思ったらグッドボタン、それからチャンネル登録をぜひお願いします。インスタグラムやオフィシャルウェブなどのソーシャルメディアもやっておりますので、エンドロール概要欄からぜひチェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。On your face, what does it mean? Giving you a taxi, flabby master backseat turns in so classy.
I always remember time around November. Never be adverse, but you took the letter. Sure was to play in the right game, then I was lame. All of the sudden